第二次世界大戦、ロンドン、ナチスによる連日の空襲。先生はそこにいた。怪我人は病院に運び終わりました。西の方もやっと終わったよ。こっちは女房たちに追い返されてきたとこだ。ここは女だけで十分。あんたもう邪魔だから先生のとこ手伝ってきな。だと。ナチスの空襲は極人型ばかりを強くしやがる。さあ、それでは諸君、授業を始めよう。あと15分ある。敵の狙いは我々英国民の向上心をくじくことだ。ここで私たちが学ぶことを放棄したら、それこそヒットラーの思うツボだ。今こそ学び、この戦争のような殺し合い憎しみ合う人間の愚かな性を乗り越え、新たな文明を築くべきです。ミノア文明、ギリシャ・ローマ文明を経て成立したヨーロッパ文明は、つまるところ紀元前3000年のエジプト文明に端を発しています。あの先生、ちょっといい？ヨーロッパにはピラミッドやスフィンクスが一つもないじゃない。それがどうしてエジプトから来た文明なの？そうだよ先生、エジプト文明なんてさ、今の俺たちの身の回りと何にもつながりが見えしねえ。当時ヨーロッパにエジプト以外の文明はなかったと本当に言えるのかな？エジプトより古い遺跡がどこにある？未調査の遺跡はどうだ？簡単に否定できるか？はい、大変いい質問ですが、今日授業は予定の2倍進み、資料も底をつきました。皆さんの後期にして貪欲な学習態度の賜物です。残りの時間もあと5分。この話は次回にします。それではまた明日。先生、いい授業でした。この学校最後の講義がこんなに楽しいものになるなんて。明日も必ず出席します。いやいや、先生の授業なかなかだよ。歴史あるこの学校の優秀の美にふさわしい B プラスをあげましょう。ねえ、そりゃ厳しい。ケチね。 A プラスあげなさいよ。 A プラスは特別だ。めったにやれるもんじゃない。いやいや、十分ですよ。私は卒論でもっとひどい点を取ったことがありますから。ミスター・キートン、 D マイナーだ。D マイナー？落第点じゃない。なんだ、 D マイナーに襲われたくないわよね。この学校最後の講座、キートン先生にいらしていただいて本当によかった。いえ理事長、そんな。ここの皆さん働いている方ばかりなのに熱心で、こんなやりがいのある学校初めてです。私は40年この学校を続けてきたわ。知識階級との差が大きい庶民や社会に出てしまった人にも学び直す場を用意しておきたかったの。でもそれも終わり、市が養老院を建てるからじきにここも取り壊されるわ。あのピガールの絵以外はね。教室の後ろのあの壁画ですか？無名だったピガールがここに通っていた頃の作品よ。あれを調べに文化省の役人が来るの。壁画の保存にだけは熱心なね。もう受け渡し期間も過ぎていて、この建物以外は取り壊しが始まっている。でもあなたの授業は最後までやり遂げてほしいの。あの壁画を調べに来る役人にも授業の邪魔はしないでって頼んでみるつもりよ。漏れる時間がお見えになりました。お通しして。噂の彼よ。漏れる時間お待ちしておりましたわ。取り壊しは始まってるのにまだ授業をやっとるのかね。非常識な。それは。とにかく改めて壁画を見せてもらうよ。鍵をかけ忘れたかな。ユリコ？お父さん、久しぶりね。なんだ、びっくりしたな。どうしてパリに？
いつ来たんだ。1時間ぐらい前、外見てたの。パリの屋根って面白い。やっぱり一つ一つ違うのね。どう？社会人学校の方はうまくいってる？うん、まあね。ゆり子、お腹空いてないか？父さん、パンとチーズを買ってきた。一緒にランチにしよう。うん。そうそう、ゆり子、母さんどうしてる？来年は教授だってな。すごいな。ゆり子？ゆり子、待ちなさい。何やってんだ。あ、お父さん、屋根の上すごく気持ちいい。そうだ、ここでパン食べよう。何言ってんだ、中二にもなって。おう、子供みたいなことやめなさい。もうとっくに高校生です。自分の娘の年ぐらい覚えといてよね。な、だいたい子供みたいだなんてお父さんに言われたくないわよ。確かに父さん間違えたけど、それはゆり子のこと考えてなかったってわけじゃ。日本でね、母さんに再婚の話があるの。それで相談しに来たの。再婚？母さんが？そうか、付き合ってた人がいたのか。で、相手はどんな人？なんて名前だ？嘘、母さん論文の追い込みの真っ最中。私も休みになったから来てみただけよ。あー、このパン焼きたて、ロックフォールにラディッシュ、これでシャンベルタンワインがあれば最高だな。ゆり子、高校生だろ。おいしい。父さん、ここの講師の仕事、パリまで来てやっと見つけたんだよね。うまくいってないの？いや、そうじゃない。この学校、水は合うんだけど、ついてなくてね。もうすぐ廃校になっちゃうんだよ。結局父さん、考古学者として才能も運もないのかな。弱気なお父さんなんて大嫌い。お父さんにとって考古学って何？ちょっと講師の口がないぐらいでくじけるようなものじゃないんでしょ？そうだな、私にとっての考古学か、屋根裏みたいなもんかな。屋根裏？ああ、そういや父さんが通った大学の研究室も屋根裏みたいに狭くて居心地いいとこだったよ。キートン君、何か意見がありそうだね。あのヨーロッパ文明に影響を与えたのは古代エジプトだけじゃないと思うんです。つまりその、大切なのは直感に導かれた大胆な発想だよ。言ってみたまえ。例えば小麦の生産に必要な平野と河川だから、それが、さて、実は私もエジプトだけがヨーロッパ文明の源とは考えていません。古代文明が成立するのは大量の食料生産が可能な温暖なる平野部です。ヨーロッパでこの条件を満たし、本格的発掘のなされていない地域が一箇所あります。ドナウ川流域です。でも先生、あの辺大きな遺跡は一つもないじゃん。そう、その通りです。こういうのはどうでしょう。永遠の命を信じる人々はピラミッドのような石の文明を残し、それに対し輪廻転生を信仰する木の文明がヨーロッパにあったとしたら。永遠の命というのはわかるけど、輪廻転生って何？古くはインドの宗教思想です。霊魂は不滅で前世から来世に生まれ変わるという考えです。その生まれ変わるというのも、木の建物が腐りやすく何度も建て直しをするところが元かもな。じゃあ先生は、その石より残りにくく見つけにくい木の古代文明、その遺跡がドナウのどこかに眠ってるっていうのかい？今からそれをお話ししましょう。これの転写は無理ですね。確かにこの説は学会で否定されるでしょう。が問題は、これだけでかいとね。
静かにしてください。あと2分しかありません。今日はここまでにしましょう。お父さん。父さん、小さい頃家の設計図を描くのが好きだったんだ。抜け穴や秘密の部屋のあるやつだよ。一番のお気に入りが屋根裏部屋だった。そこでの暮らしを想像して窓から見える風景を思い描く。考古学もそうだ。時代を超えてそこにいるような気がしてくるんだ。父さん、日本で百合子のそばにいたいし、保険会社の仕事も好きだ。でも一生続けたいのは考古学なんだ。ある先生に出会って教えを受け、怒られたりもして、そう決心したんだ。太一平賀キートン、上記のもの、卒業論文に不備あり、至急研究室まで来ること。入りたまえ。この論文は何だね、ミスターキートン。D マイナーだ。落第点だよ。これは君が本気で取り組んだものとは到底思えない。君の奥さん、サマビルカレッジで数学を専攻しているんだってね。子供ができたとも聞いた。だから昼間働くのはわかる。だがそれがこんな論文の言い訳になるとでも思ってるのかね。人はその意思さえあればいつでも学ぶことができる。昼が無理なら夜学びたまえ。はあ、そこは教官用の書庫だった。ヘロドトスの歴史からパトゥーダの旅行記、モンマスの英国小王朝の歴史、古今東西の文献が揃っていた。夢中になった。寝る間も惜しんで読み、そして考えた。幸せだった。改めて合格点をもらうのは大変だったけど、比べ物にならない学ぶ喜びを私はユーリー先生に教わったんだ。ユーリー先生？ユーリー・スコット、君の名はユーリー先生にいただいたんだよ。そんな立派な先生の、今どうされてるの？その素顔と、大学を辞めになった。実は先生は私より前にドナウヨーロッパ文明起源説にたどり着かれていた。でもこの学説は当時も異端で、公にすることは学会からの追放につながる。先生はそれを承知で発表された。自らの職を辞してまで。ミスター・キートン、論文は遅かったが、誰より早く駆けつけるのはおそらく君だろう。一言伝えたい。この先どんな状況でも研究を続け、立派な学者になりなさい。その時は必ず会おう。その手紙には新しい住所も書いてあったけど、とうとう会いには行けなかった。お父さん、今でもこんな中途半端だろ。母さんに愛想尽かされ、大学の講師も長続きしない。バイタの保険調査の方が本業になりつつある。立派な学者なんて遥かに遠い。会いに行けばいいじゃない。私は世界一の考古学者だと思ってるもの。生きてらしたら90をとうに超えられてる。もうお亡くなりになっただろう。でもそうだな、会っておけばよかったのかな。もうわからないの、先生のこと。うん、だけど
先生ならきっとどんな時も自分の学問を貫かれたと思うんだ。そう思うのはどうして？誰かとは違うじゃない。先生はね、私よりもっと苦しい時でもこれっぽっちも諦めなかった。そう、あの空襲の時も先生は最後まで授業をやり通された。ゆり子、父さん大切なことを思い出した。先生にはとっておきの話があるんだ。文化大臣が視察に来る？聞いてませんよ、そんなこと。あの教室は今最後の授業中なんですよ。あんな授業より大臣がお見えになる方がよほど名誉なことでしょう。引き渡し期限はとうに過ぎてるんですよ。いつの日か発掘されるこれらの地域の調査がドナウヨーロッパ文明起源説を証明すると私は考えています。以上で講義を終わります。さて、シモンズ社会人学校は今日で終了です。そこで皆さんにお願いがあります。たとえ学校がなくなろうと、学ぶことを続けてほしいということです。私はこの数日、学校が取り壊されるということで落ち込んでいました。学問を追求する者として自信をなくしかけていたのです。しかし皆さんとの授業のうちに改めて気づきました。情熱がある限り、たとえ学校の職を失っても勉強を続けていきたいと。その皆さん失礼。グラビス文化大臣がいらっしゃいました。大臣、あの壁画です。待ちなさい、今授業中です。授業といっても10分しかないだろう。いえ、まだ10分あります。無礼な、大臣に対して。大臣でも静かにしなさい。では最後に私の恩師の話をしましょう。1941年戦時下のロンドンでのことです。講師に免れていた先生はドイツ軍の空襲に巻き込まれ、大学の建物は跡形なく壊されてしまった。だけど先生は揺るぎもしなかった。さあ、それでは諸君、授業を始めよう。あと15分ある。敵の狙いはこの攻撃で我々英国民の向上心をくじくことだ。ここで私たちが学ぶことを放棄したら、それこそヒットラーの思うツボだ。今こそ学び、この戦争のような殺し合い、憎しみ合う人間の愚かな差を乗り越えた新たな文明を作るべきです。愚かな行為が人間の差だとしたら、それを学び克服することは人間の使命と言えるのではないでしょうか。いや、私など往々にしてその使命を忘れ、娘に叱られるんですが。皆さん、どうかこれからも学び続けてください。私も何があっても研究を続けていこうと思います。よかったですよ先生、 A プラスをあげましょう。以前にも別のアプローチでドナウ文明の話をされた大先生が同じように勇気づけてくれましたよ。こんな授業は彼以来です。先生だ、ユーリー先生もここで。ああ、ダニエル、キートンだ。うん、こっちは終わった。今からそちらに戻る。怒るなよ、なるべく急いで行くからさ。なんだユリコ、どこ行くんだ。みんながお父さんの授業にお礼をしたいって言ってるの。いいから走って。先生、お疲れ様でした。落第生にしちゃ立派な授業だったわよ。
ミスター・キートン、立派になったな。はい。女とは一体どんな女性だろう。恋愛をして結婚し子を産み育て老後を送ること、仕事をこなし独立し自らのアイデンティティを示すこと、今日も彼女は戦っているのだろうか。母の生き方を受け継ぐように自らがいい女であり続けるために。次回、白い女神。